時に恋人、時に母親と50歳を超えていながら圧倒的な演技力に定評のある女優、原田知世さん。プライベートでは2013年に離婚されてしまいましたが、その理由がハードな性癖にあるとでっち上げられ、2021年現在もろくでもない内容のネット記事が出回っています。そこで本記事では、なぜ原田知世さんにそんな悪質な噂がついて回るのか、その理由について調査しました。結論としては、原田知世さんに恨みを持つ人物からの復讐の可能性が高いと考えられます。その結論に至った経緯を以下にまとめました。この記事でわかること、原田知世が離婚した元旦那は江戸つわき、離婚理由が性癖と言われる理由は、デマの原因は歴代彼氏に由来している。大吉川浩司が悪評を流した大元彼の遠藤良一の性癖が入れ替わった性癖の噂を流したのは週刊誌のデマ。原田知世に子供はいる、原田知世の現在の旦那は椎名桔平に。まとめ、原田知世が離婚した元旦那は江戸つわき。丸、原田知世さんは2005年5月1日イラストレーターの江戸つわきさんと結婚しました。当時原田知世さんは37歳で江戸つわきさんも39歳でしたが、お互い初婚でかなりの熟年結婚でした。丸、2013年に離婚を発表し、事務所を通してコメントも出していましたが、そこで理由は特に明かされていませんでした。丸、離婚の理由はどうやら金銭面にあったようです。2011年の東日本大震災以降、江戸つわきさんは仕事よりも震災のボランティア活動に精を出すようになりました。それ以降収入は激減し、原田知世さんとのすれ違いの原因となり、離婚に至ってしまったのです。結婚時は江戸氏がバリバリ稼いでいたので、原田が仕事をセーブしても悠々自適に暮らすことができた。ところが、11年3月の東日本大震災以降、江戸氏のクリエイター仲間の多くが価値観を変え、江戸氏も自分にも何かできるはず、と被災地でのボランティア活動に熱心になり、稼ぎがどんどん減った。原田との生活もすれ違い、そのうち修復不可能となり、別居してしまった。要は、金の切れ目が縁の切れ目となったようだが、ああ見えて原田は江戸氏を完全に尻の下に敷いていたため、江戸氏もいい加減うんざりしてしまったのでは？原田の本音はもう働きたくないようで、再婚相手はそれなりの資産がないと厳しいだろう。映画関係者、http://www.excite.co.jp/news/article/saizo_news/16083/。という情報もあり、夫婦関係は冷え切っていた中で収入の問題に直面し、離婚に踏み切ったと考えるのが妥当です。実際、結婚後若干仕事をセーブしていた原田知世さんでしたが、2013年に離婚を発表した後は徐々にドラマなどにも出演するようになっていきます。丸、他にも離婚理由として子供ができなかったこと、原田知世さんが専業主婦になることを希望していたのにそれが叶いそうにないこと、性の不一致など様々な憶測が語られていますが、どれも決定的な証拠には欠ける印象です。そしてその中でも特に脚色されて噂になっているのが、性の不一致。原田知世さんの性癖が影響しているというものです。離婚理由が性癖と言われる理由は？離婚理由が性癖と言われるようになった理由は？原田知世さんの性癖がかなりマニアックで、ハードなものという噂が流されたせいです。これが裏付けに基づいた事実ではないことは言うまでもありません。ある、そのマニアックな性癖とは、原田知世は排泄物を利用するプレイを好むという極めて悪質なものでした。
美人で清楚なイメージのある原田知世さんとのギャップが大きすぎるだけに、一部ではこの話題に騒然としたそうです。原田知世、昔噂になった、性癖のイメージが離れない。だから、ブレンディの CM もえってなっちゃう。シャープ朝一、八甲田さん、噂に過ぎないと分かっていても、受け入れられない人も一定数いるようです。この噂が真実かどうかはともかく、このインパクトが週刊誌やゴシップを扱う芸能人たちに、いいように使われ、ネタにされてしまったのですね。しかし、なぜこんな根も葉もないデマが流布されたのでしょうか。その真相を探っていきます。デマの原因は歴代彼氏に由来している。数々のデマのような噂の中には、原田知世さんと交際していたと噂される元彼に関わるものが多いです。その中から2人の男性ミュージシャンをご紹介します。吉川浩二が悪評を流した丸ミュージシャンや俳優として知られる吉川浩二さんは、かねてから原田知世さんのファンだったそうです。付き合えることになった時はとても喜んだそうですが、同時に原田知世さんの性癖を知って大いに驚き、逃げ出してしまったんだとか。特に原田知世さんは吉川浩二さんに自身の排泄物を食べるよう迫ったと言われており、私のこと好きなら食べれるでしょと語りかけたと。吉川浩二さんのこうした体験談を芸能記者が面白おかしく脚色してリークしたことがきっかけになっているようです。丸、一方でその性癖は吉川浩二さんの方のもので、原田知世さんがそれに驚いてしまったという噂もありました。噂が錯綜しており、まるで都市伝説のよう。この情報に関しては、当方でもネットを隅々まで探しました。しかし当時の雑誌の切り抜きやスクショはおろか、どの週刊誌が発信したのか、バックナンバーの片鱗すら見つけられません。根拠を裏付ける情報が一切ないことから、デマである可能性が高いと言えます。元彼の遠藤良一の性癖が入れ替わったソフトバレットのボーカリストであり、ソロでも活動をしている遠藤良一さんは、原田知世さんと不倫関係にあった時期があるそうです。こちらも原田知世さんの性癖を受け止めきれずに逃げ出したという説があります。しかし一方で、遠藤良一さんが、そういった、性癖の持ち主で、それが原田知世さんに移ってしまったとする噂もあります。もう何が何だかわからないですよね。これも吉川浩二さんと同様で、確実な情報はなく、原田知世さんが変わった性癖を持っている証拠とはできません。このデマが流れて得する人など一人もいないはずです。調べていくと、唯一、ひな臭い経歴を持つある人物にたどり着きました、性癖の噂を流したのは週刊誌のデマ。この方を覚えている方は、もう少ないのかもしれません。丸、原田知世さんの性癖びて、最も声高に吹聴したのは、タレントで芸能界のゴシップ斬りで有名な北野誠さんでした。彼は自身のラジオ番組で、原田知世はアブノーマルな性癖を持っている。と発言し、炎上します。あなたの番です。久々やな、原田知世ニコニコ、なんか北野誠思い出したな、薄笑いをする顔。原田知世のファンだったのに無下にされたんで腹いせに彼女はスマルマルロマニアだなどと悪質なデマを流した情けないやつ。あることないことあいつ年中言ってたな、しらける。噂が事実であろうがなかろうが公共の電波を私物化すんな、ボケキス。北野誠さんが原田知世さんを逆恨み的に貶めるデマを流していたという証言も多く、北野誠さんの発言を信じている人はかなり少ないようです。北野誠さんといえば、過去に不適切な発言からテレビから干されたり、デマを理由に裁判にかけられたりもしている、舌禍で有名な人物。
当時のラジオリスナーの発言からもデマを流したのは原田知世さんを恨んだ北野誠さんによる腹いせというのが妥当だと感じられます。とはいえ本人は芸能界を引退しているのでもはや真相は闇の中ですが、この衝撃的な暴露は不自然なほどに一気に世に出ましたから、少なくとも誰かが意図的に流した事実とは異なるデマ話であることは間違いないでしょう。原田知世で検索しようとすると真っ先に性癖を検索候補に出してくる Google はもう少し自重した方がいいと思う。津田大介、ジャーナリストの津田大介さんも言うように、北野誠さんらによる性癖についての発言は、すべてを鵜呑みにしてはいけません。もし自分だったら、と思うと耐えられないほどのおぞましいデマですよね。原田知世に子供はいる。原田知世さんに子供はいません。離婚理由の一つとも言われており、原田知世さん自身は子供を望んでいたのかもしれません。丸、眉唾者の噂として、俳優の斉藤匠は原田知世の息子である、というものがありますが、年齢は14歳差ということもあり、さすがにデマであると考えるのが自然でしょう。2016年に、運命に、似た恋、で恋人役を演じた原田知世さんと斉藤匠さんを見た人たちが、何を勘違いしたのか二人は親子だと認識してしまったというところでしょうか。この写真はちょっと親子っぽく見えるかも。原田知世の現在の旦那は椎名桔平に、現在原田知世さんとお付き合いをしているのは、俳優の椎名桔平さんです。2018年にドラマ、不発弾、ブラックマネーを操る男、での共演を機に、仲が深まっていきました。丸、2021年6月17日、原田知世さんが椎名桔平さんとホルモン焼きデートをしている様子がスクープされました。椎名さんは売れるまで、長い下積み生活を送っていたのに対し、原田さんは14歳でのデビュー直後から大ブレイクした。椎名さんは下積み時代からずっと原田さんのファンだったと明かしていました。制作会社関係者、椎名桔平さんも歴代彼氏と同様に原田知世さんの大ファンで、デート中も優しいエスコートや肉を取り分けてあげる様子がとても印象的です。丸、椎名桔平さんは2019年に女優の山本未来さんと離婚しており、お互い再婚同士となります。お煩悩で知られる椎名桔平さんと、専業主婦になって普通の家庭を望んでいたとされる原田知世さん。出産のリスクなどはありますが、価値観の面で見てもかなりお似合いなカップルかもしれませんね。丸、二人は9月にも記事にスクープされています。二人がスーパーで買い物をする様子や、椎名桔平さんの自宅を原田知世さんが住みやすいようにリフォームしたことなど、結婚に向けての準備が着々と進んでいるように見えます。幸せなニュースが届くまで、もう少しかもしれません。まとめ、丸、以上、原田知世さんの離婚や性癖の噂、現在の彼氏などについてまとめてきました。江戸津脇さんとの結婚はうまくいかず、妙な噂を焚きつけられているなど、ネット上で不本意な評価を受けてしまっている原田知世さん。椎名桔平さんとぜひ幸せな結婚をして、噂を全部吹き飛ばしてほしいですね。